まあ、クプドリームズの方でね、はい、そのミニバスであったり中学生、まあ、高校生も指導している中で、まあ、特に小学生は週1回の活動ですし、あまり時間もないこともあって、特にその重点的にウォーミングアップすべきその体の、はい、部位っていうのをある程度、はい、まあ、我々なりにいろいろ研究して絞ってやってるんですけどね、特にその、まあ、肩甲骨周りの筋肉がやっぱりこう硬くなっていることが多いですね。こういった勉強ばっかりすると、ね、はい、ね、椅子に座ってたりとかがあるので、あの肩甲骨周りをこうしっかり動かすことと、あと、まあ、あの股関節の、まあ、後傾の子が多いからしっかり前傾したり、あと、まあ、股関節自体をこう広げるということと、あと、まあ、その側関節ですねを、まあ、トレーニングするということを中心にやってるんですけど、はい、それはいや、まあ、素晴らしいと思います。あ、そうですか。そこまでやってるチームとかないと思うんですけどね、うん、その具体的にはその骨ストレッチっていうかね、はい、こう肩甲骨周りをしっかりこう広げるようなことを、まあ、子どもたちにまあ一緒にこう、まあ、見本見せながらというか、明らかにこれこで骨盤から全部連動させて動かしてあるんで、はい、もうすごいいいと思いますよね、はい、あとその股関節周りのことは、まあ、その同じようなあの方法に従ってこう足少し広げて、はい、でカクンとこう下ろして上げるって、はい、こう力を入れてこうストレッチという形じゃなくて、はい、まあ、リラックスしながらカクンと落として上げてくるって、はい、後ろのつながりをこう意識しながらっていうような形でやってます、ね、はい、あ、その意識大事ですよね、絶対にね、一上じゃなくて、はい、まあ、後ろのこうラインを、ね、はい、意識してね、つながりを、それとして意識大事ですね、投げて上げてくるっていう、うん、はい、ストーンとつかない、そうそうです、はい、膝カッコンやられたみたいって言ってるんですけど、おいやめとけよみたいな感じでっていうと、あ、なるほどね、で下でこう時々うんうんうんと溜めてからまた上げたりとかっていうことはやっています、はい、時間的にはどれぐらい取ってあるんですか。10回とかぐらいですね、全てやって、あのその、まあ、ビジョンとかも含めて、いや10あの15分ぐらいですか。フットワークも入れてビジョンも入れてトータル30分。あ、フットワークも入ってくるんですね。そ、はい、だから最初は今やってる、まあ、あのメンタルトレーニングも含めてるので、はい、こう腹式呼吸を入れてこうぐっと伸びてリラックスとか、はい、で、まあ、セロトニンっていうその感情をほどほどにしてくれるホルモンを出すためにこうリズムとかダラダラジャンプとかっていうのを入れて、でからあの、まあ、順番はあれですけど、こういう動的なストレッチで肩甲骨で股関節で、まあ、今言った側関節ですね、はい、を支点を作って足を大きく回す、まあ、足手と握手してこう裸足であのウォーミングアップとかさせることも夏場だったらあるので、それをまあ10回ずつぐらいやって、であとはまあ月指予防のこういう手の間の小さな筋肉をマッサージしたり、はい、ドリルすんのかいって指の関節を回したり、まあ、母子球とかバスケなんか絶対月指多いですね。そうですね、で、まあ、この辺まではやるようにはしてますね、はい、で手首とこの間のところと、いいですね、はい、はまあ両方、まあ、それも実はそのあれ何だったっけ、このあレンゲ座、レンゲ座ね、はい、レンゲ座でこう足上げて組みながらこうやらせるんです。そうすると股関節の方も可動域広がるので、はい、それを入れて、であとはそのビジョントレーニングですね、こう右左見たり上下斜め6秒ずつですけどね、であと遠近にこう近く遠くっていうピントを合わせる、あ、それはしっかりゆっくり慌てずに、そうですね、ピント合わすっていうことを、まあ、入れてますね。バスケットも、まあ、どのスポーツもそうですよ。ボールを見て、球技の場合はリングであったりゴールを見たり味方を見たりっていう、こう切り替えが、集中の切り替えが必要になってくるので、あとスペースを見つける能力とかもすごいですね。そうですね、この周辺視野の辺とか、まあ、目と脳はね、すごく連動してるので、そのトレーニングは必ず入れるようにして、でそこからその今やってこうスパイダードリルとか、この肩甲骨、股関節、はい、全部使えるようなことやったり、はい、あと四つん這いで、はい、あの熊さん走りとかうさぎさん走りとかっていうふうな形で、ハイハイとかね、高バイとか、毎回ちょっと違ったことですね。そうですね、やっぱりそう小学生なんで毎回同じこと飽きるので、はい、いや、そのまあビジョンっていうのが、うん、まあ、特に興味があって、はいはい、絶対障害予防につながると思うんですよね、はいはいはい、で集中力とかね、もし練習前にやっておくと、はい、
フォークの子供たちは怪我しませんよね、これね。だいぶ減ってきてると思いますね。減ると思いますね、これは。はい、でその我々、まあ、コーチ陣、いつもスタッフは、まあ、8人、9人か10人ぐらい出てきてるんですけど、はい、そういうそのあまり知識を積んでない時に、中学生でその椎間板やったかな、腰を痛めてしまって、はい、中3の大事な時にその試合に出れないっていう子が出てしまったことが、はい、7、8年前かな、うん、あってね、はい、それはもう本当に我々の、まあ、責任というか、うん、その力のなさっていうかね、それを痛感してやっぱりもっと勉強してその怪我で泣く子供を一、まあ、人でも減らそうっていう思いはみんなに共通に持てた、うん、そこがスタートです、ね、そういう思いは僕らも一緒です。そうですね、はい、だからまあそこのために、まあ、日々こうもっといいものはないかって、はい、勉強してるっていう感じですね。だからまあ その専門家、我々がない知識のところを、まあ、私たちはそうやって高先生にも、はい、教えてもらえたりする、はい、まずはこうチェックしてもらえたりするのでね、はい、いいなと思いますし、まあ、こうやって YouTube に出してるのもそのことが、まあ、モデルケースになっていいことが広がっていけばいいなと、はい、でもっといいことやってはったらそれも逆に教えてもらって、はい、まあ、日本のスポーツ好きな子どもたちがね、怪我に悩まされることが少なくなって活躍できるようになったらいいなとは思ってます。素晴らしいですよね。でも練習、すぐ練習したいところをね、やっぱりそういうところに時間を割くっていうのがやっぱり大事なところですけどね、はい、まあ、我々が大事にしているのはやっぱそのウォーミングアップ、それをいかにそのこれは必要だからなっていうんじゃなくて、楽しませながら、そこ大事ですね、はい、子供やったらね、競争させながら、うん、ある時は鬼ごっこみたいな形でやらしたりしながらっていうのが、まあ、工夫すべきところ、そうですね、工夫せなあかんところですね、はいはい、大人でもそうですけどね、それは必要やから毎日やれって言われたらだんだん嫌になる、強制させられたら嫌になりますよね、はい、そうですね、はい、でまあ、今のところそういうふうな形のメニューは、いや素晴らしい、はい、問題どころ、はい、僕らもやらなあかんなと思ってますよね、はい、ありがとうございます。